時のために俺はいつもなんて言ってますか皆さん。あ、ジェスさんありがとうございます。ありがとうございます。リップクリームはいつも持ってなさいとね、いうことを言ってますよね。そしてプラチナ版、プラチナ番長ほん、まだいっぱい結構入ってんだよ。ほらこれ2枚のやつとかさ、プラチナ番長としてはね、最近は金のが安く、あの高くなっちゃったけどね。よし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 、プラチマジやばくないこれ。ああ痛い、これマジで。でこういう時はこのこれをまず手で崩します。メレメンメンメン、よしこれちょっと崩しすぎちょっと崩しすぎちゃったね。まあいっか、くせえな。の準備は OK、 大体 OK なんだけどね、いつもね。まじほんとね、年がら年中 OK、 キスの準備はね。どんぐらいしてねえんだろうな。でどんぐらい、どうでしょう。いってマジでこれすごいじゃん、半端じゃないじゃん。よしよし、ちょっと縫い込んで、でもすごいじゃん、もう本当に。あ、わかんないこれ、もういってえよこれ、すんげえ。あ、ちょっともう多すぎた、やばいくなーみたいな、痛いよねー。大丈夫、大丈夫ではないよね、どう考えても。行っても超よし、もうダメだ今日は。あと本当はできるけどね、本当マジで気合い入れればできるよ、本当に。ワセリン代わりね、ワセリン代わりにリップクリーム。ワセリンはね、回復剤が入ってないから、ただのオイルで、保湿系は入ってないですよね。ただ自分のが持ってる水分を逃がさないだけだから。痛い本当に、痛いマジで。どうすんだよ俺本当にさ。でこれをこうしてこうして、どう、稽古番中や。よし、あれこれ落ちてる、大丈夫、やばいよこれ本当に、大丈夫これ。